坂倉、球団に物申す。広島坂倉相互星が2日、広島市の球団事務所で契約交渉に臨み、2500万円増の年俸1億5000万円でサインした。会見では球団とマツダスタジアムの暑さ対策について意見交換したと明かした。失速の原因は個人にもあるが、暑さ対策は球団とチームが一丸となって取り組むべき課題。チームは首位で突入した9月に月間ワースト記録の20敗。V どころか4位に転落してクライマックスシリーズ出場も逃した。深刻な貧打や投手陣の疲労蓄積もあったが、坂倉の肌感覚では、真夏の酷暑と残暑の影響も歴史的失速の要因の一つだった。球団は本拠地が屋外球場であることを踏まえ、8月の主催試合はナイターだけを組んできた。9月7日の中日戦からデーゲーム開催を再開したが、今年は同時期にも日中の気温は30度以上になった。ナイターの時期を伸ばすことについて、坂倉から今回ヒアリングした阿部啓二球団部長は、要望は出すが難しい。営業のこともあると頭を悩ませる。11月28日に右肘のクリーニング手術を受けた坂倉は、開幕から出て頑張りたいと保守での全試合出場を目標に掲げる。今季は1塁の併用で121試合に出場し、打率2割7分9厘、12本塁打、44打点だった。来季こそ2018年以来のリーグ優勝へ。難敵の暑さを乗り越え、広島を熱く盛り上げたい。確かに、9月の土日にデーゲームはないわな。観戦するファンも辛いわ。9月はデーゲームやらないぐらいのことはすぐにできそうなものだが。営業って、その前に選手やファンが倒れちゃいますよ。優勝することを考えろ、売上は後からついてくる。悩むどころか即決することだろう。この部長大丈夫か？営業のため、無理です。阿部やばいな。背広組の方がやってみたらわかるんじゃない？営業のこともある。来てくる客のことも考えなよ。クソ暑いデーゲーム見に来て体調崩したら物も売れないし、もう来ないぞ。あまりに暑いので、9月はデーゲームよりもナイターの方が客の入りも良くなるのでは？暑さ対策を選手の口から言わせないでよと思う。球団の最優先事項だと思う。暑さの中でのデーゲームは本当に意味不明だった。デーゲームは5月までか、せめて梅雨入り前までにするべき。それでも経営陣は夏にデーゲームさせたいならドーム作れ。話はそれからだ。カープは移動や日程的にも他球団より不利だから、球団ももっと改善していかないと。